挨拶しようか。さすがに最近挨拶してなさすぎやから、うん、私たち絶対に今日は挨拶をしよう。挨拶しないとやっぱ始まられないし、さすがに挨拶は必要。そう、そうよ。だってコメントでも挨拶しようなかったって言ってるもん。こういうこと言うの。だってしない流れになってます。やります。絶対にやるに決まってるということでね。はい。はい、しない。いきます。せーの。ゴジラプリンス。シュシュ。チェシカ。シカ。みんなテンション高いのよ。ジェシカジェシカそれに引っ張られてみんな、イエー本来はこれです。そう、本来はこれ。みんな忘れない挨拶。はい、日本です。やっぱ、別れも出会いも、はい、挨拶は大切なんです。そうです。素晴らしい。素晴らしい。だって、挨拶から恋が始まることもありますからね。素晴らしい甘すぎ。見てもらったら分かりますよね。ね、はい、あれだってこれメンバーですか。テロップに第2号かなって。これね、あのね、空気清浄機なんです。うん。いただいたんですよね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、このいただいたも何も、うん、うちのメンバーには、はい、認めてない花粉症のやつがおるんです。はい。何の話ですか。一向に認めないやついるな、一人。はい。何ですか。でも、彼女は確実にくしゃみはもうしてないです。あやの気づいてなかったでしょ。確かに。ってことは花粉症じゃないってこと。違うで違う。で、あなた一歩外出たら出ますけど、でもここでもしてるわけですよね。しかも、ね、それはなぜですか。あるからです。花粉症だよ。あるからですよね、これ。花粉症だよ。え、でもこの空気清浄機置いてからほんまにくしゃみしてない。くしゃみしてないですね。じゃあ私がこの空気清浄機の説明をしたいと思います。うわ、もう桃ちゃん先生の登場ですか。はい、私調べました。あたくちね、はい、あたくち調べさせていただいたんですけど、うん、はい、なんとこちらの空気清浄機は、うん、これが、レボイトです。レボイト、レボイトさん、ありがとうございます。レボイト、ありがとうございます。シャキーン、レボイト、かっこいいね。はい、パン、レボイト、ウェーパーババババーウェーレボイト。アメリカのアマゾンの空気清浄カテゴリーで1位を、1位なんか取ってるやつの方がいいからね。取りました。で、レボイトには2種類あるの、うんうん、このちっちゃい可愛いレボイトと、うん、こっちにいる大きなレボイトがいるんですけども、ね、うん、あなたはどっち。あなたはどっち。あなたはどっち。このね、レボイトの違いを言います。はい、違いがあるんですね。そうなんです。まずこちらは1キロしかなくて、重さが、うん、コンパクトだから部屋のいろいろなところにつくことができるよみたいな。子供部屋とかでもいいよね。そう、場所取らなくて済むってことね、うん、こっちだと。で、この大きいやつとかはやっぱりさ、すっごい広い家に住んでる人がいるわけじゃん、ね、うん、家族とかは、こっちの方が合うと思う。こちらはね、うん、ウイルスとか、うん、細菌とか、ハウスダストとか、うん、花粉とかをめっちゃ除去してくれる。花粉、ありがとう。 97%。 すごいよね。花粉吸ってくれるんだ。そうです、お前花粉じゃないんけ、やっぱり。でもさ、私さ、ハウスダストアレルギーなんで、うん、まあ、ハウスダスト一緒。でもマジでいいと思う。睡眠環境も提供できるんだって。すごくない？寝室とかに置いとくと空気が循環されるから、うん、なんかアロマオイルの機能とか、そうやね、香りを部屋中に広げられる。すごいよね。そうやね、アロマディフューザーとしても使えるってこと。そうやね、そうです。そうやね、死ぬ。すごい。そうやね。しかもさ、今もこれ動いてんねんけどさ、うん、めっちゃ静かじゃない。静か、わかる。何も音しない。せやねん。やから、その寝室とかに置いても、うん、うるさくないってことやね。せやねん。だから赤ちゃんがいる部屋とかでも置いといて大丈夫。せやねん。でもこれすごいのが、その専用アプリで、うん、スケジュールモードとかは切り替えの設定を行うことができる。そうなんですよ、おちゃん。素晴らしいんですよ。知らなかったです、今。自分は何言ってんのかなって。でしょ、私たちもそうなんですよ、はい、うん、びっくりしちゃいました。外からね。だから家にさ、来てさ、なんかタイマーかけ忘れちゃったなとか、急遽彼氏が来るなっていう時とかに、確かにスマホでポチッとやれば、え、お前んちめっちゃいい匂いするんだけど、あ、ってことにちゃうじゃないか。確かに。あ、そうね、そういうこともできますよね。必然的にさ、うん、電気代も安くなるのかな。だって、うん、常につけとかなくても、あ、そういうことね。帰るギリギリとかでもいいってことやもんね。あ、そうだね。確かに確かに、うん、電車で帰ってる途中にスケジュール決めといて、うん、携帯で連動させてってことやもんな、うんうん、すごいね。めっちゃいいやん、うん、汚れた空気っていうのはね、うん、シミとかそばかすができやすいんですよ。
でも、嫌です。これがあれば、綺麗です。よかった。しかも除菌フィルターってやつがあって、うん、これはウイルスとか菌とかを抑制することができるから、うん、安心してお使いいただけます。はい、使ってます。ありがとうございます。もう安心しまくって、各部屋に置かせていただいてます。こんなにもらったんで。はい、プルプルハウス今3丁ぐらい空気切れてる。マウンテンハウス。ありがとうございます。ありがとうございます。レモイットさん。レモイットさん、ありがとうございます。助かります。でね、はい、出会いと別れってさっき言ったでしょ、はい、みんなの、うん、みんなのね、はい、小中高の写真とか見せてほしいな。小中高結構黒歴史やと思うな。セシロが一番自分含めな。ちょっと待って、探そう。じゃあみんな、はい、幼稚園、保育園の写真、はい、一、せーの、でドン。え、おうち変わってな。え、待って、昨日やあんた。え、昨日すぎるって。昨日すぎる、まんますぎるって。え、マジで変わらんやん。こんなことある。そのまんま成長したね。うん、まんま成長しました。一旦一人飛ばして。え、なんで、なんで。おい、アメリカの CM みたいになってる。アメリカの誕生日 CM みたいな。これエマニュエル坊やじゃなくて。Where we are, where it's from. かわいい。嘘でしょ、これ。世界の学校みたいな。先輩好きつけたらね。で、このイケメン誰？ふてくされた私ね。かわいい。でもさ、村重のちゃんのさ、弟に似てる。あー、しょうまくん。しょうまたに似てる。え、でもさ、髪の毛茶色くない？親がヤンキーやから子供の頃から染められてた。染めてたんですね、これは。え、うちそういうの。だいたい親ヤンキーやったら染められるやん。うち憧れてた、そういうの。でも確かにヤンキーの子供感もある。そうやね。どーん。確かに。これ、朝見ます。この顔。ジェシカ、確かに。ジェシカも変わってないかも。ジェシカの時の顔、これしない？今日の朝これでした。すごいんだけど。次、小学校。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 小学校ね。一、せーの、で、ドン。はい。これから山登りするとかじゃないよ、ね。違うよ、サッカーの試合の前の。すごい。サッカーの試合の前よ。これ、田中くに。田中くに、これは何歳？これ、小4。小 4？ 小4。これは何の格好なの？サッカーの試合。で、愛おしい、なんか。産んでないのに。わかる。なんか、けなげな少年。けなげな少年って感じ。少年。お前、しばけた。性別変わってた。お前、しばけた。性別変わってる。少年でしょ。そう。でも、この時は、彼氏いましたから。ええ学校で一番かっこいい先輩、付き合ってました。え、先輩と？はい。1個上のサッカーの何のとこを積んだの。先輩はこの格好とか全部見てんの。当たり前やろ。サッカーの先輩や言うとんねん。おうちの昨日やん。これ何歳？入学したてぐらいかな。だから時期若い。今のあんたやん。本当だ。確かに確かに今のは。これおうち実は隠し子いるとかじゃないよね。違います。ほんまにな。これが私で、これが私の子供とかじゃなくて、これが私で、これが私のお母さんですね。でもモアさんは、はい、完全に見出すんだって。でもなんか分からんけど、モモハって分からへん。分かるやろ。え、普通のアメリカ人に見える。あ、確かに、そうか。でも、昔の方がアメリカ感強いかも。わかる。アメリカ感強い、あんた。多分髪の毛もあると思うけど。かわいい髪の毛。めっちゃかわいい。だってこれで様子おかしいんやろ。この時から。え、この時は様子おかしくなかったんよ。まだおかしくなかった。まだ太り始めていくと同時に様子もおかしくなってた。芸人になろうとしてるやん。この時から1年で20キロ太ってますからね。はい。すごいでしょう。日本の小学校に来て、給食美味しすぎて。かわいい、お前言ってること。かわいい、給食美味しすぎて。かわいい、変わりました。で、この四角は？これは一応、三塁ホームベースやったんですけど。散々踏まれてはきたんですけど、これを見えて、なんとこれ、地元で一番有名な美容室のポスターでした。あー、そんな感じする。すごくない？なんかこのチェック側でさ、こんな小さい時にここ開けようって思われてた。ヤンキー。こんな胸元をさ、ヤンキーだよ。ヤンキーだよ。でもうちこの子好きになってた。うん、だって、絶対に。小学校の時。じゃあ次は中学校。中学校か。
いくよ。はい。いっせーので。ジェシカだ。え、この笑顔がもうジェシカだもん、うん、いや、おうち。でもさ、広瀬アリスちゃんみたいな格好でしたよ。これめっちゃモテんだ。モテてないですよ。モテてなかった。でもめっちゃ綺麗な顔してる。てかあれや、印象違うの前髪や。あー、絶対にそうだと思う。あんた前髪可愛いやん。めっちゃ可愛い。これ体育祭。ジェシカ団長。団長団長だ。団長だった。体育祭はずっと団長。え、その時から太陽なん。すごい羨ましい。キラキラした学生生活やろ。キラキラしてんなこれ。もうこちらさっきの、うん、あの画像が、うん、多分25キロ30ぐらい太ってますね、こちら。ペニーワイズすぎるって。顔に肉がさ、積もりすぎちゃって。パンパンに肉がすぎる。ペニーワイズ。で、この白は見てもらったら分かるけどさ、うん、この時グレてたのね、やっぱり。うん。だからさ、人相めっちゃ顔に出てない。確かに。みんな優しく生きた方がいいよ。最後、高校。ちょっとごめんなさい。あれしました。先に謝りたいです。何？高校の写真が全くなくて、うん、あの、プリクラです。ごめんなさい。あ、それだけ先に謝っときます。あー、はい、私もそうですか。プリクラです。すいません。いっせーので。バーン。お前ずるいって。お前おずるいって。いだってなんかほんまにやっちゃ悪いけど、親指みたいな。あ、確かに膝、もう膝みたいじゃない。やめろ。誰が膝細いやん。最悪だよ。まあよく言ったらハンプティダンプティ。うん、よく言ったのに。言ったらね、よく言ったのになんで。よく言ったら足の小指。やめよっか。でも可愛いやつもね、ちゃんと一応用意はしたんです。これ、あら、かわいい。え、かわいい。かわいい。ありがとうございます。でもやっぱ、めっちゃ垢抜けたな。うん。ほんとにさ、各々のさ、みおじゃない、あの、あだ名とかあった。なかったか。なかったか。中学校。ごめん、もう一回聞いて、もう一回聞いて。うん。じゃあ、まあ、この時はね、高校の各々、そう、各々の、あだ名とかあったのかな。なかったか。これもう一回聞いて、もう一回聞いて。だから、うん、あの、あだ名とかあったかなって、こういう時に、うんうん。いい加減にしてよ。あの、すごくない？静かな空気清浄機の音を拾ってました。難しい。これは今井花ちゃんやんな。うん、ほぼ。もうジェシカだね、めっちゃ。うん、でもさ、うん、あれに似てない？あの、ギャルでもう一人流行ってた子いたじゃん、こういう。めっちゃ顔似てる子。ほら、平成でさ、ギャルでさ、めっちゃいたじゃん。コメント欄でお願いします。え、じゃあもう一個あんねんで、ジェシカも。もう一個あるねんけど。みたいな。なんか、うん、なんかあるねんけど。みたいな。待って、ちょっと見つからんから、もう一回これ見しとくの。って。これ。え？何があったの？ TikTok とかでもよくさ、うちが寝落ちするとこ、おうちが突然するやんか。え、怖い。で、うちほんまに、マジで寝落ちするのね。うん、知ってるよ。知ってるやろ。高校チャリ通で40分かけてチャリこいたのね。うん。ブワーって爆速でこいでるときに、こぎながら寝ちゃったの。え？ほんで、寝たままこいでて、運よく信号も青信号で笑って。で、最後、めちゃくちゃごつい電柱にぶつかって、で、気失ったの。ほんで、そのままバーンってぶつかって、気失って、チンチン電車に光りかけたところを、おじいさんが助けてくれたのね。うん。血だらけになったまま、競技大会やから、言うていた。え？ほんと見て、賞状持ってる。優勝しました。ジェシカすぎる。ジェシカすぎるぜ。え、おうちかわいい。分け目がですね、これ、91ぐらい。この時。でもやっぱり一生変わらない。意味でね。確かに、ずっとうち。うん、ずっとうちです。なんかこの時代ちょっと AKB とかにいそう。おもろ、91で？ちょっとあの、このプリクラの状態は理想なんですけど。で、このキャバ嬢は何？大人っぽくね。ね、かわいい。そう、やっぱね、卒業式スーツのセットアップにして、でね、この時ね、まだがっつり女の子みたいな感じじゃなかったから、うん、ちょっとオールバックにして、卒業式出たみたいな感じですね。なるほどね。でもやっぱメイクが全然違うな。ペロ、うん、そう、薄いね。眉毛とかもそこまで描いてないし、眉マスカラだけとかみたいな感じだって。うん。二人に言われたんやけど、うん、大内と桃葉に、うん、なんかこの YouTube 始めてからセシルだけ全く変わってないよなって言われて、うん、なんかね、変わってはいるんだけど、この4人を見た時に、確かにこの3人がめっちゃ変化がありすぎて、確かにその中では変わってない方だなみたいな、最初から可愛かったってことです、うんうん。
簡単な。簡単だ、簡単だな。だってマジで一番初期の。なんでお前が釣られんねん。なんか変顔相手に釣られるから。いや、見たことない。見たことない。新しい変顔出た。見たことない。新しい変顔出た。ということで、皆さんの黒歴史紹介していきました。はい、ありがとうございます。でもやっぱ出会いと別れの季節ですから、はい、あの皆さんこの4月からいろんな新しい方と出会うと思いますし、うん、赤抜けしていってください、どんどん、はいはい、じゃないとこの過去遡った時にこうやって赤の谷に大爆笑されますから。愛しいわこの時の自分が。でも可愛かった。マジ可愛い。なんかやっぱこれはこれでやっぱ思い出やな、うん、でやっぱ思ったことは写真を撮って思い出に残しとくべき、常に。ほんまそれ、だって探すめっちゃ時間かかったもん。そう、うん、本当にそう、私死ぬほど抑えてたから。おお、抑えすぎなのよ逆に。本当に私親は毎回撮ってたからもう写真。うわ羨ましいな。けどやっぱ今見返しててめちゃくちゃありがたいなと思う。確かに撮ってたら。ももちゃんのおもろい写真最後に載っけて終わろう。そうしよう。あ、ありました。いいですか、これはまあ、自分の中でめちゃくちゃおしゃれだと思ってた格好を最後乗っけて終わりたいと思います、うん、はい、こちらです。初めて見たか。でもなんかめっちゃ一周回ってさ、めっちゃ丁寧な暮らししてる人にも見える。ゼロブリー。でもやっぱこのやってる最中これめっちゃ良かったな、うんうん、私めっちゃ喋りやすかったもん。間違いない。喉も心なしかカスカスにならず、はい、ということで皆さん、うん、この空気清浄機めっちゃ気になったんですけど、おばあちゃんよさぎって思った人はチャンネル登録、高評価、コメント、またやさです。ほら、よろしくお願いします。せーの、ほらまた。これほんまに1台ちょうだいな。私1台もらえない。私も欲しいです。ありがとうございます。あげます。ここ一番でかいのですか。一番でかいのあ、ください。あ、あんた帰らないで無理です。チャンネル登録よろしくね。いいねも絶対押してて、コメントくれたら喜ぶよ。その他の SNS フォローもよろしく、よろしく、よろしく、よろしくね。チャンネル登録お願いします。